先ほどいくつか、まあ、サプリメントの飲んでいただいているというお話あったんですけれども、はい、普段その使われているサプリメントっていうのを、まあ、先ほどはその練習の後にプロテインと、はいはい、まあ、グルタミンってお話あったんですけど、はいはい、他に何か使ってたりとか。これもその代表での活動になるんですけど、はい、その田所さんからの、はい、サポートがあったので、はいはい、アミノ酸系のサプリメントを練習前と練習後に、はいはいはい、とあとはたまに寝る前に飲んでました。なるほど、アミノ酸系ですね、うん、あとあれですね、ビタミンとかそういう系ってどうですか。ビタミン系は、飲んでなくて、それこそあのビーレゼンさんのマルチビタミンとかを飲んでます。ああ、なるほど。ビタミン&ミネラルをそう、まあ、たまに取ったりとかしていただきます。それってどういう時に取られたんですか。なんか口内炎が、あそうそうそう、なんかちょっと疲れ溜まってるな、ちょっと口内炎できてるな、はい、ビタミンでもみたいな感じ。めちゃくちゃなんかそれが本当のいい使い方だと思っていて、思うのがそのやっぱビタミンのミネラルとかビタミンとかミネラルって、うん、それを取ったからといって、うん、パフォーマンスが上がるものじゃないです、うん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 、でも逆に不足するとパフォーマンスの低下とか体の不調が出てくるものなので、うん、やっぱり必要ちゃんと十分な量っていうのを取っておかなきゃいけないんですよ、うんうん、で石舘選手の場合ですと多分お食事もすごくちゃんと1日5回も取られてて、うん、結構な量取られてると思うので普段はお食事でほぼほぼ網羅できてるのかな、取れてるのかなって思うんですよ。なのでそういった、ね、十分に取れてる時っていうのはそういったサプリメントって使う必要なくて、なんか毎日、はい、本当は毎日取らないといけないんだろうなと思ってました、うん、なんかねあれですね、お食事であくまでその取れてない栄養素を補うっていうものが、うん、サプリメントは栄養補助食品の位置づけなので、うんうん、そうなんですけれども、お食事で取れるんでしたらそれに越したことはやっぱりないんですよね、はい、なのでいいと思います。足りないって不足を感じた時に取られるって取られ方がすごくいいと思います。良かった、はい、ちなみにプロテインをお飲みいただいてたということなんですけれども、まあ、弊社風味をたくさんたくさん、はい、たくさん取り揃えさせていただいてるんですが、石舘選手の石舘さんのお気に入りのフレーバーを教えていただけますでしょうか。はい、カジバのクソ力のみ。クソ力出したいもん。ピンクグレープフルーツ。いや、ほんとピンクグレープフルーツめっちゃ飲みやすいです。ジュース。もうね、ご褒美っていう感じで飲んでました、ね、トレーニング。嬉しいです。あとは、もう一つは、これは数量限定なんですけど、はいはいはい、背中に鬼で。あしかも今日か明日からかでも、ね、そうですね、まだ、はい、この想定の、はい、買わないと数量限定と思いながら、そうそう、もうあれもめっちゃ美味しいです。いや、結構柑橘系の酸味系のものがお好きなんですね。そうですね、なんかトレーニングが甘いのは飲めないです。ああ、わかります、わかります。飲めなくて、そう、夏最高におすすめですね。ジュースでしかない、ジュースでしかない、ビーレジェンドのプロテインジュースでしかない、3回言った。あ、でも最近は引退してからはそういうプロ、うん、そういうプロテインに変えてます。あ、ね、あ、なるほど。ちなみに何味がいいですか。バナナ、あ、バナナラテ、はい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 、を飲んでるんですけど、はい、今もう黒蜜きな粉を買って、ま、っもうね、楽しみすぎて、もう早く、でも残ってるから、はいはいはい、もうこれを置いて次にはいけないじゃないですか。はいはいはい、だから早く飲まないとっていう感じになってます。はい、早くこっち飲みたいのにと思って、楽しみにしてるんですけど。私はちなみに寄り添いココアが大好きです。そうですか、ココアも2袋買ったんで。ありがとうございます。ココアも美味しいんです。はい、ココア美味しいです。もともと私結構ソイ嫌いだったんですよ。私もです。飲めなかった。ちょっとザラザラのやっぱりね、独特の、ね、大豆独特ですよね。すごいココア飲んでるから、うん、もう本当にソイプロテインの虜になって。そうだよ。でも絶対合いますよね、そのきな粉と、はいはい、
きな粉とソイは合うでしょ。そうですね。って思いますよね。そうですね。間違いないです。きな粉とソイは。系の味付けでは間違いない。合うでしょ、そりゃ。はい、それはもう、ね、そうですね。おっしゃる通りです。そう、ポカンは楽しみにしときます。あの、今日いろいろとお話を伺わせていただいたんですけれども、はい、やっぱり本当にあのこの日本代表の石立さんを作ったあの体、やっぱ基本の体っていうところで、まあ、トレーニングとかだけじゃなくて、ではい、まあ、 あの食事、だったりその取り方とか、うん、まあ、頻度とか、あとはその自分の体調とか、うん、そういったところに合わせて、まあ、サプリメントも上手に使われているということで、はい、まあ、本当にあの意識高く、ね、やっぱりトップアスリートって本当トレーニングとか練習だけじゃなくて、うん、体作りというところで食事面っていうのも結構あのこだわってあの結構考え真剣に考えてやってる方ってやっぱりすごく本当にトップアスリートだなっていうものになる手本になるというか、あのまさにそれをあの聞かせていただけたかなというふうに思います。本当にそんなんじゃなかったんですよ、私若い時は全然そういうの無頓着で、それこそでも本当いろんなこう指導をしていただいたりとか、自分がこうその戦って感じたりとか実践して感じたりする中で、やっぱこう年を重ねるごとに、あ、こういうの大事だなってこう取り入れた結果っていう感じなんで、あの早く取り組むのに越したことはないと思うんで、この動画を見た方は今すぐ取り組んでください。本当に若い頃って本当に学生の頃とかって、うん、そんなのあんまり考えなくても、あの、まあ、やれちゃうんですよね。できちゃうんですよね。できちゃうんだけど、はい、そうでもね、そうですよね。そうで、まあ、確かにあの年齢重ねるにつれて、体がその学生の時ぐらいから比べると、うん、結構あの、まあ、私自身だとそういう不調が出てきたりとかしやすくってて、うん、なんかその食事の取ったもののその体感がすごく出やすくなってくるので、まあ、でもやったらやっただけ本当にそれも体感できていいなと思うので、でもそんなことも考えずに動ける学生の時とかでも、それをやってたらさらにもっとね、絶対その悪くなることって絶対ないでしょ、しっかりあの栄養取ることって。ぜひ本当に、いやでも思うんですけど、まあ成長期じゃないですか、中高生って、はいはいはい、で成長期で成長に栄養必要じゃないですか、はい、そうですね、でさらにハンドボールをやってて、私5食でトントンぐらいなのに絶対足りないじゃないですか、これにもしその成長の栄養取られてたら絶対足りないから、本当に食事は成長期の食事は今考えたらマジお前頑張っとけ思ったあの時にって思うから、ちゃんとしてくださいね、中高生にはもっと取ってほしいですね。そう、本当に知る通りで、その私も小学生、中学生、高校生、大学生、まあ、本当にまあ成長期って言われる子たちも、はい、その栄養セミナーとかするんですけど、もう本当に今まさにおっしゃっていた、その運動、まあ、普通の子に比べてまずプラスで運動する分、でそれに加えて成長すると、ね、体を大きくするっていうのがもうあのプラスアルファで必要になるので、やっぱりあのそれはね、それはね、もう取んなきゃっていうところなんですよ。それなんですよね。そうなんですよ。そう、それをやっぱりあの伝えてるんですけれども、あのそんなトップ選手にそう言って言っていただけたらね、もうね、もう聞いてる皆さんもね、全然言葉の重みが違いますので、でもそれには本当母の協力が必要です、ね、ご家族のね、ご家族ね、確かにそうですね、本当に必要なんで、そうですよね、そう、中高生、その子たちがもし食べたいと思うんですけどね、やっぱ、ね、家族の協力がないと本当難しいんで、本当そうですね、ね、確かに、そう、そうぐるみで頑張っていただければ、はい、そうですね、ありがとうございます、そうですね、はい、ます、私今それこそ、はい、あのまあ、アスリートが終わって、はい、こうでも健康的にこうちょっとダイエットというか、はいはい、まあ、もちろん絶対それこそ食事で増やしてたんで、はい、あの増やした分こう下げて、はい、でまあ、一般女性よりやっぱ
がたいがごついし、それはなるべくこう一般女性にするべくこうダイエットに取り組んではいるんですけど、全然ごつくないです。めっちゃごついです。脱いだらすごい。脱いだらすごい。いや、そうですよね。そうなんですけど、やっぱりこう必要なのはタンパク質って結構必要ですよね。そうですね、ってすごい聞くんですけど、はい、そうです。もうタンパク質って、まあ、プロテインって日本語にするとタンパク質なんですけど、うん、あの結構本当に体のいろんなものを構成している材料になってるんですよ、うん、髪の毛、うんうんうん、皮膚とか筋肉とかなんですけど、うんうん、まあ、爪とか、あとはまあ神経伝達物質だとか、あとリラックス成分とか、結構その精神の安定とか、うんうん、そういったところにも関与してくるので、うんうん、結構タンパク質が不足するといろんな不調が出てきしますよ。そうですね。なので結構あの心療内科の、うん、お医者様、うん、先生たちが、うん、プロテインを、そうなんですか。そうなんだ。それ知らなかったです。それぐらいやっぱりタンパク質って人にとって、あの重要なものなので、絶対にあの不足してね、いいことは何にもないですね。そうですね。はい、じゃあやっぱ一般の人っていうか、こう、はい、まあ元気はあっても、はい、プロテイン、例えばトレーニングしない日とかでも、はい、ちゃんと飲んだ方がいいってことですね。そうですね。あのもちろんお食事からもタンパク質取れるので、うん、あのお食事で十分な量が取れる方は、うん、もちろん取れていいんですけど、うん、まあ、あの結構減量したり体重が気になるっていう方だと、うん、まあ、食事で食べるとやっぱりその分脂質とかちょっとエネルギーがカロリーが上がってしまうというところもあるので、うん、あのもちろんそういったものもね、あの過剰摂取にならないぐらいですよ、うん、あまりカロリーオーバーにならないぐらいはお食事で取っていただいて、うん、でプロテインですと本当にタンパク質だけを取れる、うん、脂質とか糖質がほとんど入ってないので、うん、なのでその効率よくタンパク質を取るっていうのに使っていただけるといいかなと思いますね。そうですよね。絶対ダイエットする人って食事量を減らすから絶対タンパク質減ると思うんですよ、うん、はいはい、で、そうですね、それこそ私とかもあの、うん、アスリートの時には絶対タンパク質めちゃくちゃ、うん、こんなに食べても全然足りないっていうぐらい食べてたのに、その食事だけじゃ多分足りないと思うんですよ、ね、そうですね。だから、うん、絶対私はダイエットする人にも結構プロテインいいんじゃないって思ってたんですけど、正しい、うん、正しいですね。はい、やっぱり結構そのタンパク質を減量の時ってタンパク質を多めにして、うん、で、脂質少なくして、うん、まあ、糖質もちゃんといつも量落とすみたいなのが基本なので、うん、はい、いいですね。でそれでいてなおかつやっぱりそのダイエットの時って全体の食事量も落ちるじゃないですか、はいはいはい、そうするとやっぱどうしても不足しがちなのがビタミンとミネラルなんですよね。そうですね。やっぱり一つのものにちょっと食べただけですごい高含量 の、 そのビタミンとかミネラルが入ってるものって、うん、少なくて、で、うんうんうん、どうしても取りきれないんですよ。なので本当そういう時こそそういうあのサプリメントの、うん、はい、ビタミン、マルチビタミンミネラルみたいなやつを取っていただくといいかなと思いますけどね、うん、はい、はい、気をつけます。ね、あんまりそうですね、それでもやっぱ基本はね食事なんですけどね、はい、で、 ね、でもそういう特別な時とか、うんうん、やっぱ運動してて体が疲労してる時って消化器官とか、うん、もうやっぱりちょっと疲れてるんで働きが弱くなっちゃうんですよ。それめちゃくちゃありました。私も本当練習後の食事が一番きつくて、そうですよね、もう多分もう胃がもう疲れちゃって全然食べれないってなったんで、その時結構スープ系で代用してました。いや、すごくいいと思います。それももうその、はい、栄養指導のたまものです、はい、全然食べられないんですよとか言ってたら、うん、スープにしてたって言って、すごくいいと思います。豚汁とかなんか鍋とか結構基本的に食べてましたよ。いいと思います。本当に鍋系っていろんなもの入れるじゃないですか、はい、入れるし、その主菜と言われるお肉とかお魚とかも入れますし、はい、でなおかつその汁物で、うん、あの消化もね、はい、いいので優しいから、で量も割と食べやすく、うん、すごくいいと思います。なんかビタミンとかも熱に弱い痛みとか、その熱とか水に溶け出してしまう水溶性のビタミンとかもあるんですけど、鍋だとその溶け出したスープも飲むじゃないですか、うん、そうですね、なのですごく、うんうん、ダイエットとかにもいいと思いますし、疲れた時の消化がいいものとしてもすごくいいと思います、うんうんうん、
スリープね、はい、おすすめです。おすすめです。ボーンって鍋に入れてボーン、おしまい。おすすめです。でなんか本当にあの3日分ぐらいどうしてもいっぱいするし、3日分ぐらい食べることになりますよね。そうなんです。鍋、本当ありとあらゆる鍋を食べ尽くして、うん、もうその鍋の元みたいなのもいっぱい出てくる。飽きてくるぐらいに、次何の味もしようかぐらい。そうなんですよ。すぐ頼むっていうんですよね。いいですよね。はい、あ、そう、もう一つお聞きしたいのがあって、うん、あのその東京大会の時って、はい、あれですか、食事は、自分でその選手村、はい、にやっぱ入ってて、はい、取るビュッフェ方式だったんですか。はい、そうです、そうです、そうでした。その時ってどんなものを選んで食べたんですか。あのネットとかでよく出回ってるんですけど、はい、餃子食べてました。私もめっちゃ餃子食べてました。本当に美味しくて、めっちゃ食べてました。いろんな種類あるんですか。いろんな種類、いやいや、一種類と、あとその日本代表の選手団のところもあるんですよ。その選手村から出たところに、はいはい、そこは2種類あって、なんかエナジー系と疲労回復系、はいはい、疲労回復系と餃子の種類で、そう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 、面白いですね。すごいなと思って、なんか開発したらしいんですけど、何入れてるんだろうそれ。それがもうめちゃくちゃ美味しくて、ずっと一生それ食べてました。あとはな鍋もあったし、選手村では結構ピザとかもあったんで、あの試合がない日とかはちょっと今日ぐらいはいいよねとか言ってピザ食べたりしました。美味しかったです。果物とかで食べたりするんです。あ、果物食べます、食べます。結構柑橘系が好きなんで。でも柑橘系ってちょっと下しません？あ、そうですか。あの、これは本当に、本当そうなんですけど、はいはい、選手で悩んでる人とか、多分気づいてない人いると思うんですけど、はい、グレープフルーツとかを食事の時に一緒に摂ると、意外とその下しちゃったりする人多いと思うんですよ。で、私知らなかったんですけど、そうで、はい、なんか食べ合わせが良くないかな。で、なんか、その単体で食べるといいんですよ、はいはい、でもその食事の後に食べると結構そうなって、はいはい、で他の選手もすごい最近お腹めっちゃ下してるんですって言ってる選手に、ちょっとグレープフルーツやめてみてよって言ったら、なりましたって言ってて、あ、やっぱりと思って。グレープフルーツだけなんですか。グレープフルーツとか、うん、オレンジとか、オレンジもかもしれないです。グレープフルーツと、なんだろうな、ピンクグレープフルーツ、それこそピンクグレープフルーツ大好きなのにそれを我慢してました。酸性、すごい酸性だからなのかな。それか柑橘に入ってる成分特有なのか、ちょっと調べてみる。調べてみるけどさ。でも本当に分かんない、分かんないですけど、はい、もしそのサポートされてるところでそういう選手いたらちょっと言ってみてください。言ってみます。いや、もうそういうご意見すごく、あの、いや、分かんないですよ。いやいや、でも、あの、実体験ですかね。本当のあれはないです、うん。でもね、本当のあれはないですって。でもやっぱりそういうのを聞くと、そのあの、まあ、英語とかも結局はその今いいとか分かってることって本当にちゃんと研究されたりとかして、あの、証明されてることだけがあるので、そのまだ全然そのわからないこととか、はい、たくさんあると思うんですよ。あ、そうなんて本当に実体験のそういうのがやっぱりあのきっかけになっていて、はい、じゃそういうデータもちょっと集めておきたいんで、嬉しいです。はい、視聴者の皆さん、ただの石立て調べなんで、あんまり、あ、まあ、当てにならないかもしれないんですけど。いや、でもなんか逆にそうだよとかってすごい確認していただいて。あ、確かに確かに、そうそうっていう人ね、はい、なんか欲しい。スポーツあるあるじゃないですけど、食べ物あるあるね、え、なんか、はい、そう、食べ合わせあるあるなんかな、はい、なんか、そうそう、そうです。勉強になりました。いやいやいや、はい、それではですね、今日は、ハンドボール日本代表、石立さんをお迎えして、まあ、お食事とか栄養についての、お話をいろいろと聞かせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。